こんな感じのスタイルにするんですけど、結構バックがちょっと短いのと、そのウェーブですね、ウェーブのスタイルになります。で、前髪はちょっと薄めですが、もうちょっと厚めにしたいと思いますね。ちょっと前下がりではないんですけど、前下がり気味の感じかなと思います。まっすぐぐらいですかね。はい、ここからは、中間巻きフォワードで、ロットが、表面怖いので、ちょっと緩めっていうか、このぐらいのロットでやります、はい。これでもちょっと強いかもしれないんですけど、多分結構当たんなそうなので、慣れちゃいそうだから、お母さんには緩くなっちゃったという感じなので、ここは交互に通常鉄板に。はい、中間巻きして、フォワードとリバースを中間巻き交互にしていきますね。普通のパーマですね、要は。こんな感じにかけます。はい、今度フォワードに巻きます。ここちょっとロットの形状を落とします。後ろの方ちょっとかけたいので、本当はさ、これ、わかんないかもしれないけど、巻いてから、中で見たことないですか？よくこっちで。わかんない。そうだよね。最初にこれやるっていうのは、最初うちのこのトリッキーなやつをやるっていうのはちょっと。最初にこれをやるっていうのはちょっと。あれってなるかな。普通のやつやって。これで覚える。最初パーマ失敗すると、なんかパーマのイメージ悪くなっちゃうんですよ、結構。なんていうの、結構すごい火にかけられちゃったりすると、パーマもうちょっと怖いってなっちゃう。特に前髪とかめっちゃ怖いんで、その後トラウマになっちゃうんですよね。はい、ここもスパイラルで巻いていきます。で、センター1個まとめて、ここも巻きます。あと前髪だけですね。で、何度も言いますけど、パーマはもうつけた時からパーマ液作用してますから、パーマってやっぱスピードが必要で、遅い人は多分うまくかけることができなくて、あまり綺麗にかからないと思います。パーマはスピードがつけまきしなければいいんですけど、時間がするので、ちょっとここすいませんね、ちょっと横の毛なので、ちょっと目閉じてください。で、ここの前髪の、巻く時なんですけど、ここにタオルを引いた方がいいと思います。ちょっと目立ちですね。僕慣れてるんでそのままいっちゃいますけど、結構液だれしちゃったりとか、あとグローブのこういう溝から垂れてしまったりするので、気をつけてください。で、顔についちゃうとまた仕事が増えてしまって、時間がロスしてしまうので、なるべくちょっとなるべく時間をロスんないような感じにいきましょう。前髪はツイストバンドですね。なぜかっていうと、ゴム跡が前髪ついちゃうとダサくなっちゃうので、ツイストバンドしながら R ピニングっていうのは決まりですね。ツイストバンド、アルピニング、これ痛いですか？痛いですか？こうすれば跡がつかないんですね。で、ツイストバンドをする理由としては、ここのゴムが急な角度になるんで、ここに跡がつかなくなるんですよね。本来普通のゴムかけだと
ここに跡がついちゃうんですけど、なるべくゴム跡つけない方がかっこいいパーマをかけれるので、でこうまたアルピニングで留めていくんですが、なるべく根元の跡がつかないように、きれいにこう作品をこう作っていくような感じですね。これも例えばアルピニングで留めていきましょう。このようなで、ここも、アルピニングでぐるっと留めていきます。だいたいここで40分カットして半から始めたので、まあ、30分ちょっと40分くらい、そんなかかってないですよね。カットして40分ぐらいなので、まあ多分もうかかってると思うんですよね。なのでどうかな、ちょっと今見てみて、かかってたらそのまま水性に入ります。顔周りはちょっとピンした方がいいので、顔周りはちょっとこういう風にアルピニングをして綺麗に止めておきましょう。これ痛いですか？大丈夫ですか？はい、こんな感じ。今痛いとこないですか？大丈夫です。なんで僕のやり方としてはもうターバンもしません。ターバンすることによって。この辺の跡がついちゃったりとか、あとターバンするとこのお化粧、まあお化粧してる方だとファンデーション取れたりとかもするんで、まあなるべくなんか跡ついちゃう方もいらっしゃるんですね。ここにシワがつくとか、普通こういうのするじゃないですか。なんかわかる？それはこういう風にさ、でここ浮いたりするんですよね。ここはね。なんでそれするとなんか。結構ここにね、ここがまず浮いちゃうっていうのと、ここら辺が、なんか綺麗なラインが出ないんですよね。結局そこのターバンの跡が作品として出てしまうんで、ここはやらないです。でちょっと今パーマかかってると思うんで一回確認してみたいと思います。おー強いっすね。かかんなそう。なるほど、ここ行きたいか。12ミリのところ今テストしたんです。通常だったらもうこのまま流してもう次の工程が行ってるんですけど、ちょっと関わり悪そうなので、かけ始めのところが結構しっかりリッチが出てるんで、このままだとちょっとあまり毛先はかかるけど中間根元が弱いんで、ちょっとその根元側のパワーを上げることをちょっとしていきます。まあ、基本的には宿毛矯正の薬なんですけど、やっぱりここで、ね、システアミンの力をちょっと借りたいと思います。でナプラの H、まあ、僕結構使ってるんですけど、ナプラの H のクリームタイプとリキッドを混ぜてちょっと柔らかくします。でこれをかけてですね、顔周りのところをちょっとよく見ていただきたいんですが、ちょっとここら辺こっちでやりましょう。これはちょっとねマニアックかもしれないんですけど、ロッドがこうありましたら、ロッドの端から端までつけちゃうとこっちも跡がついちゃうんですよね。結構しっかりかかりすぎてしまうんで、顔前のところはロッドの半分から後ろだけをクリームつけます。わかりますでしょうか。そうするとこっちはナチュラルでかかりながらバックがしっかりかかるんで、このような感じにクリームをつけていきますね。今見て分かるように顔周りはつけてません。ということは顔周りは 7.8 のみってことになりますね。でこっちもそうです。顔周りは 7.8 だけで、バックの方では、ちょっとパワーを上げてますね。ワンカールだけで、表面の方はあとつきやすいのでこの辺はいらないと思います。ここは自然な感じに入ってもいいと思うので、この中の方ですね、あとちょっとイヤーというからバックの方は表面もちょっとだけつけていきます。でその時もちょっと見ていただきたいんですが、ここもちょっとこだわりで表面のこの何センチかはつけてないんですよね。で、表面の方をつけないで下の方だけつけるようにして、表面に出る毛のところをなるべくつけない、何もつけないでナチュラルになるようにちょっと工夫をします。はい、でちょっとこの辺も見せますね。ぐるっとします。
はい、で、ここ見えますでしょうか。表面に来る毛はここです。ここから真ん中から下は表面に出てこないところですね。で、この部分だけに、クリームをちょっとつけていくことによってしっかりかかっていきますね。クリームは最初のハイリーのワンカールのところだけつけていただければいいと思います。あとネイルも多分結構彼女はかからなそうなので、ちょっと僕もつけまーす。ちょっとつけていきます。毛先は多少入ってるんですけど、根元側が全くかかってないので、ちょっとこれをつけてパワーをちょっと上げていきましょう。はい、で同じように顔周りのここのところはつけない。そしてここから後ろはつける、こんなことですね。かけでこのように塗っていきます。さあ、ここはナチュラルにかかって後ろはしっかりかかるんですね。まあ、そぎとかと一緒で表に出るところはあまりいじらないようにした方がいいと思うんで、そうします。まあこんな感じですね。で、中間水線でしっかり流すような感じになります。まあ、このワンカール部分は揉み込めば取れるので、結構完全にまあパーマ液って一液落ちませんから、中間水線しても落ちないので、この辺はあんまりかかんなくてもいいかなと思うんで、そんなにかけてません。表面やりすぎるとちょっと変になるので、必要なとこに必要なだけ口でつけてます。これでちょっと時間を置きましょう。で、前髪はやらなくていいです。前髪絶対怖いんで、前髪は先ほどのポンプの感じで大丈夫です。ちょっと前髪は後でね、薬つけたんで、後で少しこうポンプの青を軽くここつけるぐらいでいいと思います。あんまり根元がつけちゃうとクレパスができてしまうんで、後がねつけやすいんで、ちょっとこの辺ちょっと塗るぐらいですかね。それでパーマは終わりです。で、多分5分ぐらいで流すかなと思うんで、ちょっとこのまま時間を放置しましょう。はい、で、今中間水線が、終わりまして、ちょっと水線して、その後で今少し、熱を当てています。基本的に、風は必要ないので自然に乾かしてっていう感じです。完全には乾かさないですけど、なんとなく、まあ、自然乾燥、ゆっくり自然乾燥させる感じですね。それの、まあ、ちょっと補助として熱を今若干当ててます。なんで蒸してクリープとかはまあしてないんですけど、そのまま自然に乾かすような感じですね。大体これで15分ぐらい、ちょっと放置して冷まして煮えきっていうような感じになります。で、前髪は後でかかり具合見てちょっと調節したいと思うので、とりあえずこれで置きます。で、ピンはですね、結構中間水線でピンがずれてしまったりとかするので、もう一回ここでやり直してしっかりゴム跡がつかない状態になっているのかっていうのを確認してですね、それから放置してください。そうしないと根元側のクレパスができちゃうので気をつけていただければと思います。はい、なんで今日は一回もラップとかターバンはしてない感じですね。今、ちょっと確認したんですけど、パーマ表面の方だけちょっと拡張させていきます。ウェーブの拡張というのはウェーブの波をちょっと大きくしていきますね。で、トップの方だけちょっと外します。ここですね。はい、この表面がやっぱり汚くなっちゃう。はい、この状態で乳液をつけていくんですけれども、はい、煮剤をつけます。煮剤は結構量多めに、で、ここの
線をした状態で目がいい人とかは巻き返しした方がいいですね。はい、このような感じで。